村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、先日購入しました、トーントラックの Easy Mix 2用の拡張パックリードボーカル2という商品を、少し紹介したいと思います。これはですね、通常はいろいろイコライザーであったりとかコンプレッサー、そういったものをつなぎ合わせて編集していくんですけれども、それをワンタッチでできるようにしたプラグイン集です。世界の名だたるエンジニアさんがこんな感じでどうだろうと。それでかなり前にこのソフトは買ったんですが、DTM を始めた頃っていうのはどうしてもですね、こうああでもないこうでもない、いじるのが楽しくってやっておりました。というのはこの画面にもありますように、2つのこのボリュームしかないんですね。このノブを回して設定するだけなんで、ああこれはできないな、もうちょっとなのになみたいなのがありまして、正直あまり使ってなかったんですね。でも最近はそれ以外のエフェクターをいっぱい購入しまして、じゃあこれで大方ですね、いいラインまで出しておいて、その後いじるという、それがいいんじゃないかというようなことで、ミックスのスピードがものすごく上がりました。このところを聞いていただいて、まずはですね、今日の音源は、三重鈴鹿の方から、お試しのレコーディングにスタジオ見学に来ていただいた奥爺さんの音源を使わせていただいて、少しレポートしたいと思います。ドライな音から聞いてください。コツコツっていうあんたの足音、紙に書いてドアに貼って、アホみたいで笑ってもた。これが、撮っただけの音です。ギターには少しリバーブがかかっておりますが、このボーカルを、この Easy Mix というソフトウェアで、プリセットだけをトン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 と押してですね、どんな効果があるか少し、聞いていただきたいと思っております。ちょっと画面の方をですね、大きくしてみたいと思います。はい、じゃあこれで、少しずつやっていきたいと思います。聞こえるのは容疑者の音だけ。入れました。灰皿すいがら捨てられない。ここに上にボーカルっていうのがあるので、このボーカルを選択すると下にボーカルばっかり出てきます。じゃあやってみます。泣いたんやもう、しょうがないや、惚れたんや、アホなんや、もう。これは、レキシコンのプレート、480というプレートが入った、そのリバーブですね。紙に書いてドア、これはすごく特殊です。これはですね、今のリストにあるのはここにですね、 Easy Mix 2というようなになってます。これはいわゆる初期の Easy Mix 2に、付いている付属のエフェクトです。でその上にここリードボーカル2というのがありますけれども、このリードボーカル2が、最近になって購入したものです。ここからあとはですね、このリードボーカル2ばかりを選んで、少しやってみたいと思います。でもた
聞こえるのは容疑者の音だけ。これもいい感じですね。捨てられない今もドライでかなり前に出てる音です。あんたがいるような気がして、泣いたんやも好きなんやもしょうがないや惚れたんやアホなんや。これはディレイがかかってますね。コツっていうあんたの足音、紙に書いてドアに貼って、アホみたいで笑ってもた。聞こえるのは容疑者の音だけ。ここは少しドライですね。愛す吸い殻捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやも。ここからはステレオのダブリングです。好きなんやもうしょうがないや惚れたんや。かなりボーカルが前に出ます。かなり大きなホールですね。紙に書いてドアに貼って、アホみたいで笑ってもた。聞こえるのは容疑者の音だけ。灰皿吸い殻捨てられない今も。これなんかが、すごくですね、このブルージーな歌に合ってるんじゃないでしょうか。泣いたんやも好きなんやもしょうがないや惚れたんやアホなんやも。コツコツっていうあんたの足音、紙に書いてドアに貼って、アホみたいで笑ってもた。聞こえるのは容疑者の音だけ。 CD にする場合なんかはこのぐらいのリバウ感が僕は好きですね。捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやも好きなんやも。はい、イコライダーがすごくタイトになった、まあ、そういう、ツールです。ここからはディストーションで、ものすごく変わった音です。コツっていうあんたの足音、紙に書いてドアに貼って、アホみたいで笑ってもた。やだは栄吉さんのロックなんかに合いそうですね。容疑者の音だけ、灰皿吸い殻捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやも好きなんやもしょうがないや惚れたんやアホなんやも。コツコツっていう
70年代の音楽でしょうかね。アホみたいで笑ってもた、はい、こんな感じでですね、少し、プリセットばっかりです、もちろんこれで2つのダイヤルを使って微妙なところは調整ができるわけですけれども、ここまで導いてくれたらですね、こっからのことは、まあ、そんなに難しくもなく、僕も最近ですね、これはちょっと批判みたいになるんですけれども、こういうツールをピッとかけるだけでですね、本来もっともっとこの広がりがあったりとかいいミックスができるのに、ボーカルに対してのエフェクトがシビアでない、CD なんか、もしくはアップされた音源なんかを聞くことがあります。できるだけですね、やっぱり歌があるものはボーカルが命ですんで、これからもですね、どん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 このボーカルのエフェクトを研究して、いいサウンドを皆さんにお伝えしたいなと、そんな感じで、思っております。今日も、ご視聴ありがとうございました。今日は、ボーカルのエフェクトについて、プリセットで、便利にやろうというそういうような試みを皆さんにご紹介しました。ありがとうございました。村長でした。